な毎日にイライラしてるわけじゃない。ふざけてはしゃいでバカやってたあの頃みたいに、どうしようもないことばっかをいつでも考えていた。年がら年中誰かの目を気にしすぎてて、いつもなんとなく生きてきたみたいに、本気でやった方が何十倍も楽しいのに。歩き続けてる、止まることのない時間の中で考えている。そんな毎日も楽しいことを探し続けた。理想と現実噛み合わなくても、朝になればまた始まる。まだ誰も知らない世界へ、新しい世界へ走り出そう。君の足で僕は前に進む。